今日は窓について話をします。いやー、やっぱ気持ちいいですよ、ここ。窓から見える景色もとても大切に設計していまして、まず土地が決まった時には、設計者がその土地に立って、そのご家族が団らんをするダイニングですとか、リビングに座った時に、どんな景色をお客様に見てもらいたいのかというのをしっかり考えています。やっぱりね、その周りの里山で季節を感じながら木をやっぱり近くに植えることで、外から建物の中が見えにくくなる建物の近いところに木を植えるのをお勧めしています。